こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はメガネレンズの種類ですが、大きく分けてプラスチックと、ガラスの、その材質があります。そのことをちょっとご説明したいと思います。メガネレンズはね、ガラスと、プラスチックとガラスがありますけど、最近は圧倒的にプラスチックが多いですね。うちの店でも、もうほぼ 100% に近いぐらいプラスチックです。ガラスレンズも若干ありますけどね、根強いこのガラスレンズファンっていらっしゃいますね、やっぱりね。でもこれちょっとホイヤメガネレンズのね、ちょっとうちの種類出たこの価格表ですね。これシングルビジョンという単焦点、そしてこれ全部ですね、この右側のこの水色のこの部分だけがこれガラスなんですよ。LHI とかこれね、いろんなありますけど、国設立の、かなり薄くできるのもありますけどね、かなりプラスチックに比べるとちょっと、値段も高いです、やっぱりね。量産してないというのもやっぱりありますよね。あと今度こちらはですね、これはキャリアグラス、遠近両用とかあれですね、中近とかあと近近レンズとか、いろんなそういう類似レンズですね。こういうタイプもほとんどこれですね、ガラスはこう3種類しかないですね。遠近両用と、あとバイフォーカルって小玉ついたタイプね、これが一応3型ですね。そういう違いがあります。実際こう見てちょっと分かんないんですけど、ガラスはやっぱ割れますからね、やっぱりね。例えば転んだりすると、もう例えば顔がね、顔にこうバタンと当たったりするとレンズがこう破損する恐れがありますね。音もちょっと違います、やっぱり。これが左がプラスチックですね。音こういう音、プラスチック。もう一回ですよね。で、ガラスは、こういう甲高い音。こういうちょっと違いありますよね。最近やっぱり圧倒的にやっぱりプラスチックが多いです、やっぱりね。私も昔はガラスのレンズ使ってましたけどね。もう今からもうだいぶ前ですけどね、もう30年以上前ですね。やっぱりプラスチックのは軽くて、いろんな面で染色もいろんな色もできますので、そういうカラーレンズもね、対応できるということで、やっぱりプラスチックが圧倒的に多いっていうのもやっぱりうなずけますけどね。いずれにしましてもガラスレンズもまだありますので、どうかですね、対応させていただきますので、どうかよろしくお願い申し上げます。